よし。フロッカー爺さんは SN のお願いにすぐに応じてくれた。っていうより幻のシチューアイスが早く欲しくて我慢できなかっただけかもしれないけど、こうして私は冬のペタルを取り戻すことができたんだ。そしてが帰ったナップルタウンシルバーラインストリート、私とまだまだ新米タマガイドの SN は元気に帰ってきたのでした。
よし